出席議員61名であります。これより会議を開きます。これより日程に入ります。日程第一、県第一号議案令和3年度広島県一般会計予算から。日程第71、追憲第18号議案広島県教育委員会教育長の任意の同意についてまでの任命の同意についてまでの各案を一括上程議題といたします。前回に引き続いて質問を行います。日下美香君。皆様おはようございます。公明党広島県議会議員団の日下美香でございます。一時期に比べますとかなり少なくなったとはいえ、新型コロナウイルスは未だ収束は見えない状況であります。亡くなられた方には心よりお悔やみを申し上げますとともに、治療中の方には一日も早いご回復をお祈り申し上げます。昨年6月の一般質問でも申し上げましたが、もともと社会の生きづらさを感じながら生きてきた人たちは、長引くコロナ禍の中で、さらに息苦しさが加速をしています。多くの皆様からの声を代弁させていただく今回の機会に感謝をして質問をさせていただきます。当局の誠意ある答弁をお願いしたいと思います。質問の第一は、多様な生き方を支援する取り組みについて3点お伺いをいたします。まずは、私らしい生き方応援プラン広島の考え方と実効性についてであります。先日、海の向こう、アメリカでは、新たな大統領が就任をし、その新政権で初の女性副大統領が誕生をいたしました。すべての小さな女の子たちは、自分たちに可能性があることを知り、大いに勇気づけられたと思います。個人の資質は性別も年齢も超えるという考え方が多様性の捉え方ですが、広島県におきましても、女性の校長先生の登用は 30% を超え、全国一となりました。こうしたロールモデルとなるべき人が多く出てくることは、女の子たちのライフプランニングを考えるにあたり、自己肯定感につながってくると思いますし、影響は大きいと感じています。また、連日大きく報道されました、この度のオリンピック前組織委員長の女性蔑視発言により、交代を余儀なくされた一連の流れは、多様性が世界でどれほど重要視されているかが示された結果となり、皮肉にもジェンダーの平等を皆で考えていく、良いきっかけになったと思います。先日、多様性を確保できる差別のない社会にしていこうと、国連の中満事務次長など、各界のリーダー42人が共同で行動宣言を発表されました。その中の一人として、湯崎知事も名を連ねておられますが、その宣言の実践する5項目の中に、あらゆるバックグラウンドの人々が議論に参加し、活躍しやすい環境づくりに協力をするとあり、大変心強く感じました。このように確実に時代は変化していることを実感していますが、一方で改めて日本社会の問題の根深さが浮き彫りになったことは否めません。世界経済フォーラムの2020年版のジェンダーギャップ指数では、日本は153カ国中121位となっており、世界から見ると圧倒的なジェンダー後進国です。今年度、国において第5次男女共同参画基本計画が策定されましたが、2003年に決定をされた2020年までに指導層の女性を 30% にとの目標は達成がかなわず、2020年代の可能な限り早期にと修正をされました。また、今回の計画の作成過程の中で、
選択的夫婦別姓が後退をしてしまったことは大変残念でした。60歳未満の7割が選択的夫婦別姓に理解を示す中、時代とともにアップデートが進まない価値観も、若い人たちが生きづらさを感じる要因の一つになっていると思います。2015年には女性活躍推進法も成立をし、本県では女性の働きやすさ日本一を掲げ、プロジェクトチームを立ち上げ、全国でもフロントランナーとして取り組みを進めてきました。しかしそれは人口減少の労働力として期待されたものであり、女性の能力を最大限引き出そうとする意図はあまり感じられませんでした。今後はリカレント教育など、学びのステップアップを後押ししていくなどの取り組みも大切だと思います。さらに待機児童の問題や育児の負担感、職場でのセクハラや役割の固定化、雇用の待遇など、女性活躍とは裏腹になかなか追いつかない現実に、諦めを感じる女性の声を多く聞きました。また、女性活躍というと、どうしてもキャリア志向の女性ばかりに注目が集まりますが、家事・育児に専念したいと望む女性もおられます。キャリアか専業主婦か、女性を二分するようなことは、無用な対立を作ってしまい、それは本末転倒であり、女性自身が望む生き方を阻む要因を取り除いていくことが行政の役割です。私も11年間専業主婦でしたが、名もなき家事と終わりがない育児の毎日に孤独や不安を感じたこともありました。働いてないのだから、子どもの教育やお世話は自分の責任だと、良い母として務めなければと、男は仕事、女は家庭といった性別役割分担に自分自身がとらわれていたと思います。今でもアンコンシャスバイアス、無意識の偏見は至るところにあります。皆さんは転勤で引っ越しをしてきた子どもの親を思うときに、いつの間にか父親を想像していませんか？おいしいお弁当を作ってくれると言ったときには、母親が頭に浮かびませんか？それがアンコンシャスバイアスなのです。男性の産休取得に向けて国も動き始めました。産休ですと言って男性がお休みを取る日も近いうちに来ると思います。私の子育てのモットーは金子みすゞさんのみんな違ってみんないいです。人と比べないという自分を戒める言葉として肝に銘じてきましたが、まさに今の時代こそ女性も男性もみんな違ってみんないいということだと思います。さらに日本には異質平等論も根強くあります。男と女には違いがあり、その違いを踏まえた上で平等にすべきとの考え方です。しかしこの考えは国際社会では通用はしません。最近は LGBT など性的マイノリティという言葉の認知も広がりましたが、本来人間の性には揺らぎがあり、多様な形があります。男と女の2つに分けることで、男らしさ、女らしさという概念が生まれ、そこに合致しない人は苦しむことになります。混ざることで組織は強くなり、多様性は力であるというのが世界の当たり前です。私も長らく県の男女共同参画基本計画に5年ごとに関わっておりますが、初めて男女という言葉がなくなりましたし、これは歓迎すべきあることと思います。そこでこの度の県の第5次男女共同参画基本計画の名称を、私らしい生き方応援プラン広島としたこの考え方と、この新たな計画を実効性のあるものとして進めていくことの知事の決意をお伺いをいたします。また先ほど述べた性別役割分担、アンコンシャスバイアスや異質平等論における人々の意識の変革の課題に、今次計画ではどのように対応していこうとされているのかお伺いをいたします。さらに新型コロナウイルス感染症が拡大をする中、特に所得水準の低い母子家庭への影響が大きくなっているほか、DV 被害や若年層の望まぬ妊娠の増加、
女性の自殺の増加などの問題も大きくなってきています。こうした中、私らしい生き方を応援するために、さまざまな困難を抱える方への支援をどう行っていかれるのか、併せてお伺いをいたします。次はパートナーシップ制度、宣誓制度の導入についてお伺いをいたします。本年1月4日、LGBT など性的マイノリティのカップルを公認するパートナーシップ宣誓制度の運用を広島市が始めました。制度導入した自治体は本県で初めてとなりますが、今後導入を検討している中国地方の自治体は、4分の1に当たる28自治体に広がっており、本県においてもすでに11市町が導入を検討しております。性的マイノリティの方は約20人に1人と言われていますが、潜在的にはもっと多いと思われます。性や家族の多様な在り方を受け止めようとする流れが広がりつつあることは、地域共生社会を目指す上で大変心強く感じます。この制度はカップルに対し、自治体が証明書などを発行するもので、婚姻のような法的効力はありませんが、公営住宅の入居をはじめ、自宅が火災にあったり、パートナーが救急車で運ばれたりした際に、本人や世帯主の委任状がなくても、罹災証明書や搬送証明書を申請できます。これらは当事者の皆さんにとっては大きな希望になると思います。2017年10月にエソール内に LGBT 電話相談窓口を開設をされ、相談者は20代、30代の若者が多くを占め、そのニーズの高さがうかがえます。自分自身の性の違和感から不安や孤立感を抱えながら生活をしている当事者は少なくなく、将来への展望が見出しにくいとの声を伺います。こうした声に対し、自治体としてより柔軟に対応し、若い人が希望を持って暮らしていけるよう努力すべきです。しかし、先の制度の効力は、その自治体に住む人が対象となるため、転勤など他の市へ移動した場合は、そのサービスが受けられなくなります。特に広島県と広島市が申請窓口を一つにしている公営住宅の申し込みについては、現場で混乱を招くことのないよう、少なくとも制度導入前でも公営住宅に入居を認めている神奈川県などと同様に、速やかに体制を整えていただきたいと思います。都道府県では現在、茨城県、大阪府、群馬県の3府県が導入をしています。広島県においても、多様性を尊重する社会の実現に向けて、このパートナーシップ宣誓制度の導入を検討していただき、性的マイノリティの方も自分らしく暮らせるような環境づくりを推進していただきたいと思いますが、知事のご所見をお伺いいたします。続いて、不妊治療と仕事の両立支援の推進についてお伺いをいたします。政府は昨年末、全世代型社会保障改革の最終報告で、2022年4月から不妊治療に公的医療保険を適用する方針を明記し、保険適用までの間は、現行の助成制度を大幅に拡充する方針を示しました。妻の年齢が43歳未満は維持されるものの、保険適用までの間は、1回の助成額が15万円から30万円になり、生涯で通算6回までから子ども1人当たり6回までに拡充をされました。さらに所得制限は撤廃をされ、事実婚も対象になり、不妊で悩むご夫婦にとっては大きな喜びとなっています。2000年4月、公明党の女性委員会が署名運動を実施し、当時の厚生大臣に55万人の署名を届けました。20年以上の時間がかかりましたが、ようやく不妊治療への保険適用が実施されることに感慨深いものがあります。この度、順天堂大学の研究チームにより、不妊治療を始めた女性の約6人に1人となる 16.7% の人が離職をしていることが分かりました。また、離職リスクは、非正規社員は正社員に比べて 2.65 倍高いこと、サポートがない職場は、ある職場に比べて
1.91 倍高いことも分かりました。不妊治療と仕事の両立の難しさは、排卵日などに合わせて休まなければならないこともあり、社内での理解を深め、休みが取りやすい制度設計づくりや、フレックスタイム制度などの働き方改革が重要になってきます。せっかく不妊治療が保険適用になり、経済の負担が軽減されたとしても、職場の中で休みが取りにくい環境では、なかなか状況は改善されません。その治療により、職場を辞めなくてはいけない女性が増えてしまうことは大変残念なことです。本件では、仕事と家庭の両立支援企業登録制度の登録企業の県内約1500社の企業に対して、冊子を配り、啓発をしていますが、それで果たして十分と言えるでしょうか。政治が不妊治療に、公的医療保険適用に大きく舵を切っていこうとする中、今までの延長線の啓発だけではなく、思い切った働き方改革を後押しする取り組みが必要です。そこで、不妊治療も仕事もどちらも両立をしていけるよう、不妊治療に対して柔軟に対応する会社へのインセンティブをつけるなど、その普及啓発も含め、安心して不妊治療ができる環境づくりを推進していただきたいと思いますが、知事のご所見をお伺いいたします。質問の第2は、特別教育環境の充実整備について3点お伺いをいたします。まずは、特別支援教育の今後の展望についてです。特別支援教育とは、障害のある子どもの能力を最大限伸ばし、自立や社会参加を目指す教育を言いますが、実施される場所として、特別支援学級と特別支援学校があります。私は以前より本県に高等特別支援学校を作り、障害の軽い子どもたちが社会に出たときに自立をしていける道筋をつけるべきだと主張してまいりました。その後、既存の学校に職業コースを設け、県独自の認定資格制度を作るなど、その趣旨に沿った取り組みは拡充してこられ、一桁台であった就職率は飛躍的に伸び、40% 台までになりました。私はその間、いくつも視察に行かせていただきましたが、どこも熱心な先生方の指導のもと、子どもたちの生き生きとした姿が印象的でありました。平成21年からこの10年間の間で、在籍をする児童・生徒の数は、特別支援学校では 1.5 倍、特別支援学級では2倍となり、義務教育段階の全児童・生徒が減少している中で、増加傾向にあります。これは特別支援教育を受けることで、子どもの成長過程に有利であると認知をされた結果であると思います。特に特別支援学校に在籍をする生徒の伸び率は、全国平均よりも高い状況にありますが、果たして県内のニーズに本県の学習環境が追いついているのか気になります。一つ目は教室不足についてです。この度、県教育委員会では、廿日市特別支援学校の教室不足を解消するため、廿日市西高等学校の学校施設を活用し、整備を図ることとしています。以前視察に行かせていただいたときには、敷地がないので運動場に新校舎を建てたときでしたが、とても手狭で窮屈なイメージがありました。どこも既存の学校施設を教室に利用したり、校内増築をしたりしてきましたが、今回は初めて県有施設の活用に至りました。廃校が相次ぐ中、特別支援学校だけはこのような状況です。私は県民のニーズがあるのであれば、このように余裕のある高等学校や廃校になる学校を積極的に活用していくべきだと思いますし、新校舎を増築することも含め、環境整備をしていくべきと思います。県立西高等学校が本年3月末で閉校となりますが、この立地は中区の中心地であり、交通の便もよく、さらには校舎もまだ使えることもあり、特別支援教育を望む児童・生徒のために使用していってはどうかと考えますが、教育庁はこの跡地の扱いについては、今後どのように利活用しようと考えているのでしょうか。また2つ目は、教員の専門性の向上です。
小中学校における特別支援学級数や学級数の急増や担任交代が早いことなどにより免除書の保有率が伸び悩んでおり、本県では認定講習を実施し免許書の取得を促進しています。これを個人の課題とするのではなく、学校全体のマネジメントも必要ですし、免許を取るための補助金を支給するなど、多忙な先生方が講習を受講しやすくするためのさまざまな工夫が必要ではないでしょうか。障害のある子とない子が共に学ぶというあり方は、インクルーシブ教育として推奨されています。私はインクルーシブ教育と特別支援教育のどちらも大切だと思います。難しい課題ですが、みんな違ってみんないいと、すべての子どもたちの成長につながる環境の整備をぜひお願いをしたいと思います。そこで、先ほど申し述べた教室不足及び教員の専門性の向上について、どのように取り組んでいくのか、教育長にお伺いをいたします。続いて、不登校対策についてお伺いをいたします。不登校は古くて新しい課題です。学校に行きたくても行けない子どもと保護者にとっては、いつの時代でも大きな問題です。かつて私の時代には、学校を休むことは高熱が出たとき以外は許されず、たとえ熱が出たとしても、とりあえず行って、学校の壁にタッチして帰っていいから、とにかく行ってこいと言われていました。しかし今は、何が何でも無理やりに学校に行かなくてはいけないという風潮は変わってきたと思います。行きたくても行くことがかなわない、子どもたちを取り巻くさまざまな理由や事情に、大人たちも注目をするようになりました。不登校の理由には、家庭の問題、学校での人間関係を言われることが多くありますが、その中には、親の介護をしなくてはいけない、ヤングケアラーという問題があること、制服や髪型などの性別ルールに違和感を感じて、登校できなくなる子どもがいることも知らなくてはいけません。制服の選択の自由は早急に進めていただきたいと思います。年々スクールソーシャルワーカーも増え、教育と福祉の連携も少しずつ進みつつあると思いますし、私は子どもの視点に寄り添うという意味では、もっとできることはあると思っています。本県では、学級に居づらさを感じている児童・生徒や、不登校及びその傾向にある子どもたちが、個々のペースに応じて学習に取り組むことができる教室を、スペシャルサポートルームとして設置をし、学級に入れない子どもの居場所づくりに力を入れておられます。そのスペシャルサポートルームが設置されている小学校に、以前視察に行かせていただいたことがあります。その部屋は従来の教室とは違い、明るくとても感じのいいものでした。子どもたちがさまざまなトラブルを抱え、学級に入れなくなったときに、少し心を休められる、こうした教室が各学校にあれば、子どもたちの安心につながるのではないかと思いました。このように、不登校対策については、教育委員会としても力を入れておられますが、全国的な傾向と同様に、本県においても、2019年度の小中高等学校の不登校児童・生徒数の合計が、前年比 12% 増となるなど、一向に減る兆しはありません。このため、今後、不登校対策の取り組みを全県に展開をして、各学校へのサポート体制を強化していくべきと思います。また、学校に行けなくなり、フリースクールを選ぶ子どももいます。高校教育無償化の流れの中で、私が訪ねたフリースクールでは、月3万円程度かかるとのことでした。奨学支援金により、授業料も減免されますが、まだ家庭への負担は大きいものがあります。さらに学校に行けない子が、オンライン授業でなら前に進むことができる場合もあります。すべての子どもたちが安心して学べる環境については、さまざまな選択肢があっていいと思います。そこで、個別最適な学びの環境について、あらゆる支援が必要である中、不登校対策の取り組みをどのように進められていくのか、お伺いをいたします。
次は高等学校等奨学金特別会計を活用したさらなる経済的支援の拡充についてであります。学びのセーフティーネット構築事業の経済的支援の拡充として、 ICT 機器の購入にかかる給付金制度を予算計上しておられます。これは経済的に困難な家庭の生徒に対して生徒1人1台の PC 端末の購入費用等の給付を実施するものですが、対象は非課税世帯のみです。家庭の経済状況が新型コロナウイルス感染症の影響から回復をするのに3年から4年はかかると言われる中にあっては、困窮する家庭は非課税世帯以外でも多くあります。子どもの教育に必要なものだからと、どの家庭も大変な中で最優先して捻出していこうとされると思いますが、このコロナで経済の打撃も大きく、家庭の収入も激減し、飲食料のアルバイトなどで頑張ってきた高校生も、時短要請などで収入が断たれる中での学びの環境は過酷であります。そこで子どもたちが安心して学ぶことのできる環境整備のため、せめて経済が回復をするこの数年間は、支援の拡充をしていくべきではないかと思いますが、教育長のご所見をお伺いいたします。質問の第3は、障害者支援の推進について2点お伺いをいたします。まずは障害者雇用の推進についてです。昨年6月時点で、障害者の法定雇用率を満たす企業の割合は、中国地方では 54.8%、広島県では 49.0% でした。いずれの数字も前年から上昇しているものの、広島県内では未達成の企業のうち、一人も障害者を雇用していない企業が約6割もあるなど、障害者雇用促進法の趣旨に対する理解が十分に浸透しているとは言えない状況にあります。特に小規模な事業者が雇い方や接し方が分からず、雇用が進んでいないというケースが多く見られるようです。障害者雇用を進めることは法的義務を果たすという消極的なものではなく、企業価値の向上や多様性のある組織づくりなど、多くのメリットをもたらすものでもあります。また、雇用全体の方針を見直すきっかけにもなり、業務の効率化や生産性の向上につながるなど、さまざまな効果をもたらすものです。こうしたことへの理解を企業に浸透させるとともに、ノウハウを提供していくことが必要ではないでしょうか。先ほど、特別支援教育の生徒の就職率が 40% と申し上げましたが、受け皿となる企業の理解が進まなければ、学校側がいくら熱心に社会で自立できるように生徒を指導したとしても、なかなか厳しいものがあります。3月から法定雇用率は、これまでの 2.2% から 2.3% に引き上げられ、対象となる企業も広がります。新型コロナウイルスの影響で、社会全体の求人が減る状況においては、障害者雇用を進めていくには、これまで以上に行政の支援が必要となります。そこで、障害者雇用率の向上のための取り組みを、どのように進めていくのか、知事にお伺いをいたします。質問の最後は、視覚障害者の道路横断支援についてです。寿命が延びる中、加齢により目の病気を患う方が増えているのに比例して、視覚障害者の人数は増加をしています。先天的に障害のある人に比べ、疾患により途中から視力を失った人は、生活に大きな支障を感じ、支援を必要としているのが現状で、特に道路横断の際の安全確保については、不安の多くの声をいただいております。これまで視覚障害者の道路横断支援として、音響式信号や横断歩道上の点字ブロックのエスコートゾーンなどが整備をされてきました。しかし、音響式は近隣住民への配慮で、早朝、夜間は音が鳴らない設定の信号もあります。兵庫県では2021年度以降、スマホの音声で信号の色を伝える通信装置を信号機に設置する予定にしています。これは専用アプリをスマホにダウンロードし、通信装置がある信号機に近づくと、信号の色や交差点名などの情報がスマホに伝わり、音声とともに振動も起きる仕組みです。
このシステムは時間帯を問えず使えることから、安心して横断できるツールとして期待をされています。デジタルを使ったこうしたサポートにより、安心を感じる人も多くおられると思います。そこで本県でもこうしたツールを使い、視覚障害者の方の道路横断支援として取り組みを進めてはどうかと思いますが、警察本部長のご所見をお伺いいたします。最後に一言申し上げます。世の中には異質なものに対して、さまざまな目に見えない心のバリアがあります。私たちの意識を変えていくのは時間がかかりますが、確実に時代は変化をしています。価値観のアップデートをしながら、行政としても、スピード感を持って、しなやかな発想で、そして多様性のトップランナーとして、すべての人に住みやすい、生きやすい広島県になっていくことを願いながら質問を終わります。ご清聴誠にありがとうございました。当局の答弁を求めます。知事、湯崎英彦君。まず、私らしい生き方応援プラン広島の考え方と実効性についてお答え申し上げます。本県では男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指し、平成15年に男女共同参画計画を策定し、4次にわたる改定を重ねながら、職場における女性の活躍促進や、家庭における男女共同参画の推進のほか、男女双方の意識改革などに取り組んできたところでございます。この結果、女性の就業率は着実に上昇し、男性の育休取得率も近年高まりつつありますが、指導的立場に占める女性の割合や、社会全体における男女の地位の平等感は伸び悩んでおり、家事・育児などに従事する時間も男女間で依然として大きな開きがあるなど、目指す社会の実現には一層の取り組みが必要であると考えております。少子高齢化や人口減少社会を背景とした家族構成の変化や、デジタル技術の進展による働き方、暮らし方の変革により、今後ますます私たちの生活が多様化する中、これまでのように単に男性、女性といった性別によって区分して考えるだけでなく、一人一人の個性や能力、価値観を尊重し、ライフステージの各段階で性別に関わらず、仕事と暮らしの両方において充実した生き方を選択できることこそが重要であるという観点から、新しい計画の名称を私らしい生き方応援プラン広島としたところでございます。計画の実施にあたりましては、性別に伴うさまざまな課題の根本原因の一つである、長年にわたり人々の中に形成された男はあるいは女はこうあるべきといった性差に関する固定観念や、無意識の思い込みであるアンコンシャスバイアスの解消が不可欠であると考えております。このため、高校生を対象とした自分の目指すライフスタイルの実現に向けたキャリア教育の充実強化のほか、新たに性別の異なる職場の同僚や夫婦で参加する気づきを促すワークショップの開催や、事例に挙げられた転勤する母親や、おいしい弁当を作ってくれる父親のように、
従来の性別に対するイメージとは異なる多様なライフスタイルの情報発信による無意識の思い込みの解消など、創意工夫した取り組みを進めてまいります。また、DV 被害者やひとり親家庭など、さまざまな困難を抱える方々に対しましては、それぞれの課題を解決するため、就労、養育費の確保、子どもの自立に向けた支援などのほか、一人一人に寄り添ったきめ細かな相談対応を行うことで、自分らしく生きる前提となる安心な暮らしの実現をサポートしてまいります。新たな計画におきましては、国や市長のほか、さまざまな活動を行う企業、団体等とも連携、協力し、関係計画とも連動させながら、それぞれの取り組みを効果的に実施するしていくことにより、県民の皆様誰もが性別にかかわらず、多様な選択をすることができ、私らしく生きることができる社会の実現を目指してまいります。次に、パートナーシップ宣誓制度の導入についてでございます。本県では、安心、誇り、挑戦、広島ビジョンにおいて、多様性を認め合い、支え合いながら自分らしく活躍でき、安心と活気あふれる共生のまちづくりを進めることとしており、性的指向や性自認といった性の多様性についても、県民の皆様の理解が深まり、互いに人権を尊重し合う意識が醸成されることで、誰もが安心して生活できることが基本であると認識しております。このため、これまで行政や企業の人権担当者向けの研修をはじめ、あらゆる機会を通じた啓発を実施するとともに、平成29年には、ソウル広島に専用の相談窓口を設置し、性的指向や性自認で悩んでいる方々などの相談に対応してきたところでございます。いわゆるパートナーシップ制度につきましては、性的少数者の方々が、さまざまな場面で感じる不便や偏見、差別的な扱いをできる限り解消する一つの方策として、全国で約70の市区町村と3府県で導入されておりますが、その制度の内容につきましては、パートナーシップ成立の条件や受けられるサービス、情報管理の方法など、自治体ごとにさまざまでございます。導入済みの3府県では、これまでに合わせて約100組が宣誓を行った一方、家族や婚姻の在り方に対するさまざまなご意見を背景として、基礎自治体の考え方が異なることにより、住む地域によって受けられるサービスに差が生じているとも伺っております。こうした状況を見ますと、県がパートナーシップ制度を導入する場合には、県民の皆様のご理解が重要であり、身近なサービスを提供する市長との連携も不可欠と考えられることから、まずは性の多様性に対する正しい知識の一層の普及に努めますとともに、導入自治体の運用の状況や課題について十分に把握する必要があると考えており、合わせて広島市の制度により、宣誓した方々へのサービスの取り扱いを検討してまいりたいと考えております。また、性的少数者の方々の日常生活上の困難や不便さの解消に向けて、窓口に寄せられた相談内容を分析し、その結果をもとに、関係機関や民間の支援団体の皆様と意見交換する場を設けるなど、性的少数者の方々への支援を充実させていく仕組みづくりを進め、性的指向、性自認にかかわらず、誰もが安心して暮らせる環境の実現を目指してまいります。次に、不妊治療と仕事の両立支援の推進についてでございます。晩婚化や出産年齢の高年齢化等を背景に、不妊治療を受ける夫婦は増加しており、不妊検査や治療を受けたことがある夫婦は 5.5 組に1組の割合となり、また全出生時の約16人に1人が生殖補助医療によって誕生しております。こうした中、本県におきましては、子どもを持ちたいと願う夫婦の希望を叶えるため、国の特定不妊治療助成事業に加えて、
平成27年度から県独自の不妊検査、一般不妊治療助成を開始し、不妊治療を支援しているところでございます。また本県が令和元年度に実施した不妊検査等助成者へのアンケート調査では、386人の方が治療開始時点で就労していましたが、そのうち 88% の方の職場で不妊治療のための休暇制度等はなく、半数以上の方が不妊治療と仕事の両立に苦慮されており、約6人に1人に当たる 16% もの方が治療のために退職されたといった実態がございます。こうした実態を踏まえ、本県では不妊治療と仕事を両立できる環境づくりが重要と考え、令和元年度から企業の経営者や人事労務担当者向けのリーフレットを作成して、職場の理解を促し、不妊治療と仕事が両立できるよう普及啓発を進めているところでございます。また国においては、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境の整備を推進するため、令和3年度から不妊治療のために利用できる特別休暇や時差出勤、フレックスタイム制等の柔軟な働き方をしやすい職場環境の整備など、仕事と不妊治療の両立に資する制度を導入する中小企業の事業主などに対して助成制度を創設することとされております。今後は国の動きを注視しつつ、県内企業がこうした助成制度を活用できるよう、関係者と協力して制度の周知を行うとともに、不妊治療をしながら働き続けられる職場づくりが、社員の安心感やモチベーションの向上、離職防止など、企業の人材確保につながるメリットがあると認識していただけるよう、不妊治療と仕事の両立支援の推進に引き続き取り組んでまいります。こうした取り組みにより、雇用主や職場の上司同僚の理解のもと、子どもを持ちたいという方が安心して働きながら不妊治療を受けるとともに、妊娠・出産・子育ての希望を叶えることのできる社会を実現してまいります。次に、障害者雇用の推進についてでございます。障害者雇用の推進に向けましては、これまで企業における障害者雇用への理解の促進や雇用の場の拡大を図るため、障害者雇用企業と見学会の開催や障害者雇用優良企業に対する表彰、啓発冊子の作成配布、職業訓練等による能力開発の促進や合同就職面接会の開催などに取り組んでまいりました。こうした取り組みにより、本県における民間企業の障害者雇用率は直近で 2.25% と法定雇用率を上回り、過去最高を更新しているものの、法定雇用率を達成している企業の割合は全体の半数以下にとどまっていることから、障害者雇用に取り組む企業のさらなる拡大が課題となっているものと認識しております。また、新型コロナウイルス感染症により雇用情勢が悪化する中、その長期化により障害者雇用への影響も懸念されるところでございます。障害者雇用が企業によって進まない要因といたしましては、県内企業の職場環境実態調査によると、障害者雇用を進める上での課題といたしまして、障害者に適した業務がないと回答した事業者が 66.3% と最も高く、次いで、障害特性について自らの理解が不足しており、雇用が不安などとなっていることから、雇用にあたっての障害特性に対する理解やノウハウの不足があるものと考えております。一方で、障害者を雇用している企業からは、業務に障害者の視点を生かすことができた、職場の従業員に思いやりの気持ちが生まれた、社会的評価が高まったなど、障害者雇用を通じた効果についての声も上がっており、実際の雇用現場を知る機会の提供は、ノウハウの習得だけでなく、
企業価値向上などのメリットを理解する上での効果があるものと考えております。このため今後はさらなる障害者雇用率の向上に向け、見学会への参加企業数を拡大するなど、障害者雇用企業等の現場や先進事例を知る機会を充実させるとともに、優良事例の見える化などにより障害者雇用企業の拡大促進に取り組んでまいります。加えて働き方改革のさらなる推進に取り組むことで、人材の多様性を企業活動に生かしていく県内企業の増加を図り、障害等の有無にかかわらず意欲を持って仕事にチャレンジできる環境の整備を進めてまいります。教育長、平川理恵君。3点についてお答えいたします。まず特別支援教育の今後の展望についてでございます。近年特別支援教育への理解が進むとともに、障害の早期発見や切れ目ない支援の取り組みにより、特別な支援を必要とする児童生徒が増加しております。とりわけ知的障害特別支援学校在籍者の増加は著しく、教室不足は喫緊の課題と認識しております。県教育委員会ではこうした教室不足の解消を図るため、特別支援学校内での対応が困難な場合には、県有施設等の活用も含め整備するという方針に基づき、県立特別支援学校の教育環境整備を進めることとしております。なお西高等学校跡地につきましては、ソサイティ 5.0 時代やデジタルトランスフォーメーションの進展などを見据えつつ、本県が進める学びの変革に資するよう幅広い観点に立ち、活用方策を検討していきたいと考えております。また免許法認定講習につきましては、教員が受講しやすい環境とするため、受講者から受講料の負担を求めることなく、夏季休業中に講習を実施するとともに、小中学校の特別支援学級担任および通級による指導に携わる教員を対象とした講義内容を新たに用意し、特別支援教育の専門性を高めることができるよう、小中学校等の特別支援教育の充実を図る取り組みを行っているところでございます。これらの取り組みを含め、広島県特別支援教育ビジョンに記載されている取り組みを着実に実施していくことを通じて、障害のある子どもも障害のない子どもも同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、障害のある児童生徒に連続性のある多様な学びの場を整備するなど、本県の特別支援教育の充実発展を図ってまいりたいと考えております。次に不登校対策についてでございます。不登校児童生徒への支援につきましては、学校に登校するという結果のみを目標とするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて社会的に自立することを目指せるよう、個々の状況に応じてさまざまな関係機関と連携した取り組みが必要であると考えております。本県ではこうした考え方を具体化し、個別最適な学びを推進するため、学校外での学びの場を提供し、社会とのつながりを促す東大ロケット in 広島の実施や、学校内におけるスペシャルサポートルームの設置など、多様で質の高い学びの実現に向けた取り組みを行っているところでございます。スペシャルサポートルームを設置した学校におきましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携して、児童生徒一人一人の状況に応じた効果的な支援を行うことで、学校がより安心できる居場所に変わるとともに、
市長の福祉部局など関係機関との共同的な支援についても学校全体としての取り組みが進んでいるところでございます。県教育委員会といたしましては、スペシャルサポートルームにおける実践から得た具体的な支援方法や好事例を、さまざまな研修やホームページでの発信などを通じて、市長教育委員会および学校に広めていき、今後デジタル技術の効果的な活用も含め、すべての子どもたちが安心して学べる環境の構築に向けて取り組んでまいります。次に、高等学校等奨学金特別会計を活用したさらなる経済的支援の拡充についてでございます。生徒一人一台のコンピューターの導入にあたりましては、経済的に困難な状況にある生徒に支援を行うことが重要であると認識しており、非課税世帯を対象に今年度からパソコン等の購入費用を支援する給付制度を設けたところでございます。一方、この制度の対象とならない世帯におきましても、パソコン等の購入が困難な世帯があると考えており、こうした世帯に対しましては、高等学校入学前に最大15万円を借りることのできる入学準備金制度により支援を行っております。今年度はさらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計急変した世帯を支援するため、毎月貸与する奨学金を一括して貸し付けすることも可能とする緊急募集を行うとともに、授業料以外の教育費を支援する奨学給付金においては、年度中途に非課税相当となった世帯へも給付を行うなど、制度の拡充を図っております。今後とも経済的に困難な状況にある生徒を取り残すことがないよう、こうした施策を推進してまいります。警察本部長、森内明君。視覚障害者の道路横断支援についてお答えをいたします。県警察におきましては、視覚障害者の皆様が安全に道路を横断できるよう、病院、社会福祉施設など使用頻度が高い施設の周辺に音響式信号機の整備を進めており、本年1月末現在、県内に346基を整備しております。一方、音響式信号機の運用につきましては、視覚障害者の皆様の要望を踏まえるとともに、設置場所周辺の環境や周辺住民の皆様に配慮する必要もあるため、夜間や早朝の運用につきましては慎重に判断をせざるを得ないこともございます。こうした課題に対応するため、先ほどご提案のありましたようなスマートフォンを活用した横断支援にかかる装置の導入に向けた検討を進めてきたところであり、昨年7月に開催した体験会におきまして、参加された視覚障害者の皆様から一定の評価が得られたことなどを踏まえ、実際の運用を通じて効果を確認するため、令和3年度当初予算案に1機の整備費用を計上しているものでございます。県警察といたしましては、引き続き道路交通環境の整備を通じて、視覚障害者の皆様の安全確保に努めてまいります。再質問を許します。日下美香君。パートナーシップ制度と、高校特別会計についてお伺いをしたいと思います。先ほどパートナーシップ制度につきまして、私は性的マイノリティの方は約20人に1人と申し上げましたが、
2015年に行われた社会意識に関する調査結果で見ますと、周りに性的マイノリティの方がいないと思うと回答した方が9割近くになっております。私たちの身近にいるにもかかわらずいないと思われてしまう傾向にあるのは、まだまだ社会に偏見もあり正しく理解されていないからだと思います。人権とは他者に対しての共感をすることだと思います。鳥取県ではこの制度はまだありませんけれども、公営住宅の入居要件を変えようとされています。先ほど知事が多くの方の理解を得てからというふうなことを申し上げましたけれども、この多くの人の理解というのは知事としてどのようなイメージを持っておられるのでしょうか。そして広島市に対するサービスを検討すると言われておられましたが、広島市の行う今回のパートナーシップ制度について広島県もこの制度は作らないけれども、サービスについては同じようなことを検討していくということの理解でよろしいのでしょうか。もう一つの高校の特別会計でございます。これはお尋ねした特別会計は日本育英基金から各都道府県に移管をされ、その使い道は各県で決められております。現在その額は今年度当初時点で約43億4000万あります。私はあえてせめてコロナ禍で傷んだ経済に、経済が回復するまでと申し上げましたけれども、この43億余り細く長く使っていただくことも大切ではありますが、今のこの時期は子どもたちがお金の心配をせずに勉学に打ち込めるように、縦出し横出しをしながら貸し付けではなく給付のサポートをしていくべきだと思いますが、再度ご答弁をお願いいたします。環境県民局長、新宅育子君。パートナーシップ宣誓制度についてお答えいたします。多くの方の理解についてどのように考えているかということでございました。性的少数者の方々の人権を守るためには、周囲の方々の理解と共感というのは非常に重要であるというふうに考えております。しかしながら、ソウル広島の専用相談窓口に寄せられる相談の内容を見ましても、周りの方々の差別や偏見、無理解に関する悩みというのが非常に多くなっておりますなど、残念ながら現時点では、理解や共感というのは得られていないというふうに考えております。正しい知識というものを得るということは非常に重要だと考えておりますけれども、共感ということに関しまして、当事者の方々が持っていらっしゃるお悩みでございますとか、そういうことに対して自分事として考えるというようなことが必要かと思っておりますので、当事者の方々、支援団体の方々も含めまして、しっかりとご意見を伺いながら、どのようにしたら、県民の方々の共感を自然な形で得ることができるのかという部分につきまして、検討してまいりたいというふうに考えております。また、広島市の、制度を利用した方々へのサービスという点についてご質問がございました。広島市の制度により、宣誓した方々に対する本県の行政サービスの適用につきましては、広島市や、他の都道府県における適用状況を把握し、またそうした情報をもとに、民間の支援団体等とも意見交換を行いながら、性的少数者の方々のニーズ等も把握した上で、関係部局とも連携いたしまして、検討してまいりたいというふうに考えております。教育長、平川理恵君。
高等学校等奨学金特別会計は、経済的理由により高等学校等における就学に困難がある生徒に対し、就学上必要な学資金を無利子で貸し付けする奨学金事業を区分・経理することを目的として設置されたものであり、貸し付け事業を将来にわたって持続的に実施するため、一定程度の繰越金を確保しておく必要があります。こうした中、貸し付け事業に必要な財源を確保した上で、非課税世帯の生徒を対象に1人1台のパソコン購入を支援する給付制度を設けたところでございます。このため、非課税世帯以外に対しましては、無利子の貸し付け金である高等学校等奨学金の活用による支援を行っているところでございます。いずれにいたしましても、経済的に困難な状況にある生徒を支援するさまざまな施策について、今後も検討してまいります。この際、暫時休憩いたします。午後の会議は1時から開きます。